姫新線は、兵庫県姫路市の姫路駅から、津山駅を経て、岡山県新見市の新見駅に至る、西日本旅客鉄道の鉄道路線である、木ハ122.127系に施されている、姫新線のシンボルマーク姫新線の岡山市社内の、区間も朱色のラインカラーで表示され、路線記号系が付けられた、運賃表津山盆地を経由して、 中国山地東部の山間を抜けるローカル線で、沿線に、湯野郷温泉などの温泉地への入り口リニア駅、昼前高原への入り口中国勝山駅などがあり、山陽地方と山陰地方を結ぶ、温明連絡路線の一つでもある。しかし、1970年代後半以降は、中国自動車道が開通して、自家用車や観光バスに観光客が転移し、JR の前身である。 日本国有鉄道も高速バスを開業させたことから、姫新線は、音量連絡路線や津山市と京阪神とを結ぶ役割を事実上創出した。1989年の急行ミササ、ミマサカの廃止、さらに1994年の地図急行線の開業により、以後は地域輸送が中心となっている。21世紀に入ってから、 姫路付近では高速化のための路線改良が行われるなど、姫路付近では通勤・通学路線の色合いが強くなっている。天部駅姫路駅間の列車運行本数は、姫新線の中では最大であり、6時台から最終列車までの時間帯にかけては常に1時間に2本以上の運行が確保されている。また、針間新宮姫路間の列車ならば始発列車から、 最終列車までの時間帯で常に1時間に1本以上、時間帯によっては1時間に3本程度の列車が運行されている。姫新線内の乗客もこの区間に集中している。ただ2009年の台風9号、2018年7月の豪雨と21世紀に入ってからの20年間だけで豪雨による大規模な被害を2回受けたように異常気象による損害も目立ってきている。 姫路駅、甲月駅間は、近畿東括本部神戸支社姫路鉄道部の管轄で、あるのに対して、三間坂戸駅、新見駅間は、岡山支社の直轄である。路線記号として K が設定されている。ラインカラーは赤とんぼをイメージした朱色。このラインカラーと、路線記号は、当初は、近畿東括本部管内の姫路駅、甲月駅間のみが対象で、岡山支社では2015年度まで。 ベッド支社独自に紫色のラインカラーを使用していた。2016年度に岡山、福山エリアとしてベッド路線記号とラインカラーが制定された際にその導入対象から姫新線は外されたため前日の朱色に K の路線記号、ラインカラーの適用対象が姫新線全線に拡大された。しかしこの路線記号の K とラインカラーの朱色はあくまで 近畿エリアとして制定されたため、岡山市社管内各駅では2016年改正時点において一部の駅の運賃表以外の旅客案内には使用されていなかった。2019年8月現在は新見駅で地下連絡通路の1.2番乗り場の案内看板を更新した際に使用されている。2016年3月26日から、 IC カード、アイコカが、姫路駅、ハリマ新宮駅間でのみ、使用可能になった。全般的に田畑や民家が点在する地域である。姫路市内と本達の駅、ハリマ新宮駅周辺では、市街地、住宅地が広がっており、余部信号場あたりから、大地駅本達の駅間のトンネルまでと、ハリマ新宮駅から、先の区間は、比較的デミ塩部を走行する。沿線には、 兵庫県立姫路飾り西高等学校や姫路市立、古東家高等学校、兵庫県立立野北高等学校、兵庫県立西洋高等学校などの高校があり、これらの高校への通学客も利用する。高架駅の姫路駅を出るとほどなく、山陽電気鉄道本線をまたぎ、少しの区間は山陽本線と並行して、進み右に曲がって、 さらに高い高架の山陽新幹線をくぐる。そしてカブト山神社があるカブト山を南に迂回し、このカブト山の真南付近で高架から地上に降りてから、カブト山の北を抜けてきた山陽新幹線の高架をくぐる。それから、姫路の市街地を北西方向に進んでいく。まっすぐ進んで右手に国道2号が見えると、高岳神社の最寄りの有馬高岡駅、さらに、 夢崎川を渡って、右に曲がると、余部駅に着く。余部駅を出て、左に曲がり、姫路市の郊外を、ほぼ真西へと進む。姫路西、バイパスをくぐると、大地駅でその先から、山陽自動車道沿いを、並行して走り、県道五号線をくぐって、トンネルを抜けると、辰野市に入る。辰野市に入って、山を抜けると右手に、工場群を見、林田川を渡ると、 開発された住宅地やイオンタツノ店などの商業施設を見ながら、右の曲がり、タツノ市の中心駅である本タツノ駅に着く。ここから先は田畑が点在する中で民家も多く、中学校や小学校や幼稚園などもある。本タツノ駅を出ると、伊保川沿いを北上し、東橋崎駅を過ぎると市先の屏風岩付近で、伊保川の鉄橋を渡り、さらに、 イボ川沿いを北上し、イボ川から西へ離れ始めて、ハリマ新宮駅に着く。ハリマ新宮駅を出るとイボ川の支流のクリス川に、うように進む。この付近は、田畑が続く中、民家も点在する。千本駅を過ぎると、国道179号に並行し、クリス川沿いに走ると、西クリス駅で、分水嶺の下を貫く愛坂トンネルをくぐり、クリス川の流域から離れ、 千草川水系の渋見川の支流沿いの区間を通る山がちな区間に入る。この辺りは路盤も軟弱である上に冬場は霧が発生するというネックがある。そして、これまで走ってきた渋見川の支流と渋見川の本流との交流点付近にある三日月駅に着くが、この駅では早朝から朝9時代に限り姫路方面へ行く列車と行き違いをする。 三日月駅を出るとしばらく渋見川に沿うように進むが、カーブの多い区間であり、田畑や民家は所々にある程度になる。夏に限り、車窓にひまわり畑も見ながら、渋見川からは、離れて千草川を渡ると、張馬徳久駅に到着する。張馬徳久駅からはトンネルで、山の下を走り抜け、地図急行地図線と並走して、天然記念物の大井の横を通ると、 地草川水系の作用側近くの作用駅に到着する。作用駅では、普通津山駅と接続する場合もあるが、第2度用や第4度用に限り、星工事のため一部の列車が運休にされる。作用駅を出ると左に曲がって、地図急行線と並行して進み、それが、高架に上がる横を姫新線はそのまま地平を進む。そして姫新線は右に曲がって、 地図急行線の高架をくぐり西へ向かう。左右側を2回渡り、高月駅に着く。この区間は工述する高速化事業により、関都修正、枕木のコンクリート化などが行われた。列車は、高月駅から先は1両、多くても2両編成で走る。高月駅を過ぎると、国道179号沿いに進み、万の峠トンネルを抜けると、 そこは、兵庫県ではなく、岡山県であり、千草川の修水駅からも離れる。三坂土井駅を過ぎ、ここから先は、中国自動車道も並走する。中国自動車道の高架が見えて、吉井川水系の吉野川を渡ると、三正恵美駅である。三正恵美駅からは、三坂大地の谷間を抜けるため、平坦な路線に変わる。右手に、 中国自動車道の奈良原パーキングエリアが見えると、奈良原駅で、しばらく中国自動車道に沿って進み、吉井川水系のカジナミ川を渡って、左に曲がると、近隣に湯野郷温泉があり、かつて林野城やサムスン城があった林野駅に着く。小和町に入り、宿場町であった勝又駅を過ぎ、そのまま精神して、西勝又駅を過ぎると、津山市に入り、 三鷹大崎駅を過ぎ、この区間唯一の時速2 0トル規制があった。あと、霧通市を抜けて津山盆地に入る。中国自動車道の津山インターチェンジが北側に見えたあたりからスーパーマーケットやホームセンターなどが多く見られるようになり、吉井川水系の鴨川を渡りインビ線と合流しながら東津山駅へ。そして吉井川を渡り、右手に 岡山県作用高等学校が見えると、津山市の中心駅である津山駅に着く。津山駅は津山線と運転系統上は陰ビ線の列車も発着しており、岡山県北部の交通の要衝である。しかし、駅前からは市内を走る路線バスは、もちろん大阪方面行きの中国ハイウェイバスや京都、東京方面へ向かう高速バスが運行されており、 鉄道よりもバスの発着の方が賑やかな駅である。津山駅近辺は、比較的なだらかな土地を走るが、しばらくすると山岳地帯に入る。何本かの川沿いを走り、野川、熊谷川、大畑川、小坂部川など、複数の川をまたいでいる。斜面の山林が崩れている場所や、急峻な崖で落石の危険性がある場所が数箇所あり。 そのような場所では助行運転を行っている。途中駅は、山間の集落の中の駅が多い。津山駅を出ると左手に姫新線の他に、津山線や陰備線の起動車が集う、岡山起動車津山発出所を見ながら、しばらく津山線と線路別伏線で進む。津山線が左に分かれていき、姫新線は右に曲がって吉井川を渡る。 津山市を西に吉井川に沿って進むと、院野省駅で、ここまで並行していた、国道179号と分かれて、ここからは国道181号と並行して進む。久米川に沿って進み、右手に久米工業団地が見えると、三作千代駅である。次の坪井駅を出ると、真庭市に入って、三政かお岩家駅がある。 左手に中国自動車道の落合ジャンクションを見て、米子自動車道をくぐる。中国自動車道とともに南西方向に進んでいき、みまさか落合駅を過ぎると、右に90度急カーブして、進路を北に取り、旭川に沿って進む。ずっと旭川に沿って北上して、古見駅を過ぎると、右側を渡って、癖駅で、 ここから、しばらく国道181号線と旭川に沿って、西へ向かって進むと、真庭市の中心駅である中国勝山駅に到着する。中国勝山駅を出ると、旭川を渡り、国道181号と分かれて、左に曲がり、複数のトンネルをくぐりながら南下して、月田駅で、そこから先は右に曲がって、西に進路を取り、月田川と絡み合いながら進んでいく。 富原駅を過ぎ、分水嶺を貫くそば示せ、トンネルを抜けて、新見市に入り、行部駅に達する。ここから先は、高橋川の周水域であり、ここを南西方向に向けて走り、丹寺部駅を過ぎると左手に、中国自動車道が見えて、しばらく並行して進み、少し離れたところで高橋川水系の熊谷川を、渡り岩山駅に着く。 岩山駅を出ると、中国自動車道をくぐって、共に右に曲がって熊谷川に沿って進む。新見の市街地に入って、国道180号と交差して、高橋川を渡って左手から、白尾線が近づいてくると、新見駅に到着する。1989年3月10日をもって、急行、三笹、三正が廃止されて、以来、 当路線に別途料金が必要な列車は運転されていない。かつては、芸イ線と一体のダイヤが組まれ、1930年代には、大阪駅、姫路駅ビンゴ10日、市駅間、1940年代には、大阪駅、姫路駅広島駅間、1960年代には、姫路駅広島駅間を、津山駅、新見駅、ビンゴお駅、三次駅経由で投資で運転する。 列車が設定されていたことがあったが、2020年3月時点のダイヤでは、姫新線の全線を通して運転される列車はなく、運転系統はむね姫路駅作用駅、甲月駅間、作用駅津山駅間、津山駅新見駅間の3つに分かれている。各区間をまたがる列車として、作用初新見駅がある一方、姫路駅作用駅、甲月駅間では、ハリマ新宮駅で、 乗り換えが必要な列車もある。各区間でワンマン運転が行われている。2020年3月14日、改正時点のダイヤでは、姫路駅春間新宮駅間で日中1時間に2本、春間新宮駅作用駅間は1の2時間に1本、運行されている。朝夕を中心に、車両基地、姫路鉄道部への出入りを兼ねた姫路駅、余部駅間の系統も設定されている。 後日の高速化事業の完成により、2010年3月13日のダイヤ改正から2年間のみ、試験的に増発された。2001年3月3日のダイヤ改正以前までは、姫路駅作用駅間は1時間に1本程度の運転であったため、結局は当時の水準まで列車本数が戻った形である。2010年3月12日までは、 姫路駅春間新宮駅間でおおよそ1時間に1本程度、春間新宮駅作用駅間は2時間に1本程度であった。また、朝の姫路駅に1本だけ、本達の駅姫路駅間ノンストップの列車が運転されていた。この列車は JR 時刻表などでは通過駅のある普通列車として扱われており、方向幕にも快速表記はなかったが、 実際の駅掲示時刻表を含めた駅での案内は、快速列車として扱われていた。試験増発が終了した2012年3月17日のダイヤ改正で、姫路駅張間新宮駅間の本数はほぼ、据え置かれたが、張間新宮駅作用駅間では1の2時間間隔に、見直された。姫路駅張間新宮駅間は、最大4両、作用駅。 コ月駅を発着する列車は1両あるいは2両、編成である。国鉄時代は、姫路駅の最終は23時20分頃であり、その後2001年3月2日までは23時台、後半であった。コ月駅津山駅間は1日中往復程度と、運転本数が少なく、2時間以上運行のない、時間帯すらある。津山駅中国勝山駅間は1の2時間に1本。 程度、中国勝山駅新見駅間は2の3時間に1本程度である。作用駅規制では朝晩を中心に一部の駅を通過する快速運転も行われている。これらの快速列車は、船内で使われる車両の方向膜に快速を含むパターンが少ないこともあり、方向膜には行き先のみを検出し、前面窓に快速と記載された。 方向板を挿入して運転されていた。しかし2019年頃に方向幕の更新が行われ、快速作用、快速津山と表示されるようになった。全線非電化のため、すべて機動車で運転されている。高速運転に対応すべく、姫新線に投入された、キハ122系姫路駅小月駅間では、辰野市に事務局を置く姫新線姫路小月駅間、 電化促進規制同盟会が沿線自治体などで結成され、高速化工事が実施された。2006年度から2009年度までの期間で、地上設備工事を2007年7月28日に、起工し、2010年3月13日に完工した。枕木の PC 化や関東改良の以外にも、天露部駅、大地駅、本達の駅、東橋崎駅には安全側線が設置された。 この結果、最高速度が時速 85km から時速 100km に引き上げられた。また、時速 100km 運転に対応できる新型車器波122.127系機動車の営業運転が2009年3月14日から開始されており、高速加工時の完成後には時速 100km 運転が開始され、所要時間を 姫路駅張間新宮駅間で8分、姫路駅小月駅間で18分短縮した。事業費は約80億円であり、JR 西日本と県沿線自治体が負担し、公費の一部を賄うための募金活動も行われた。この他に2010年3月13日には本達の駅が同年9月12日には張間新宮駅が京城駅化された。 この工事の完了後の2010年度から、姫新線姫路工月駅間、電化促進規制同盟会は姫新線利用促進、活性化同盟会と解消し、JR 移管後最多の延べ利用者数であった298万人超えを目標としたチャレンジ300万人乗車作戦を展開して、利用促進を図った結果、2015年度に目標であった300万人を超えて、 301万人を達成した。姫新線平均通過人員水データで見る JR 西日本により作成姫新線では2010年3月から2012年3月まで行われた社会実験により姫路駅張間新宮駅間で上下16本、張間新宮駅小月駅間で上下6本が増発された。この社会実験により 2010年度の乗客数は256.6万人、2011年度は272.8万人に増加し、2015年度には高速化工事後の目標人数であった300万人を超え301万人となり、活動6年で目標値を超え、その翌年である2016年度にも年間乗車人員310万人と順調に増加している。 優等列車の遠隔については、スーパーハクト京阪神対、鳥取西部優等列車遠隔を参照乗機以外の駅は無人駅である。ありがとうございます。